はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング、シフ編ですね。騎士団領オイゲンシュタットに来ましたので、イベントをやっていきましょう。ラファエル、こんにちは。私はラファエルと申します。ハインリヒ様の従者をしている見習い騎士です。まだ見習い騎士だな。よしよしよし、お前は見習いで OK だ。ではハインリヒ様、よくおいでになられた。私はこの城の主、ハインリヒ。私はシフ、バルファル族だよ。ゆっくりお話など伺いたいところだが、これからミルザブールへ行って騎士団の会議に出なければならない。申し訳ない。一緒についていくとかなんて、騎士団の会議に一緒についていくんだよ。ミルザブールまで一緒に行くよ。ええ、喜んで。旅の仲間は多い方が楽しいものだ。みちみち話を聞かせてもらいたい。こんな初対面のやつ、なんで一緒に会議に参加するんだよ、はい、なんかすげえ、あの騎士さんがめちゃくちゃ不安がってんだけど大丈夫か。この距離ってどれくらいなんだろう。めっちゃ距離ある感じがするけど、ミルサブール、お二人は騎士団のリーダー格なのです。ハインリヒ様は騎士団の盾、テオドール様は騎士団の剣と呼ばれています。どう、最近では騎士団の精神も失われてしまった。ようこそミルザブールへ。私はテオドールの娘のコンスタンツと申します。こっちから話しかけらんねえし。ようこそミルザブールへ。私はこの城の主、テオドールです。私はシフ、バルファル族だよ。ハインリ、会議の見通しはどうだ。厳しいな。プラッツやノーデンを説得できなかったのは痛い。彼らは影響力が強いからな。全力を尽くすしかあるまい。コンスタンス、フラーマは。はい、フラーマ様はすでに会議場へ入られました。よし、我々も行こう。集会場、シフ一応先頭に立ってる。会議の目的は何だい。ミルザブールとオイゲンシュタットの中間に今は放棄された古い砦があります。そこにモンスターが住み着いたらしいのです。砦からモンスターを排除しようという議題なのですが。何か問題でもあるのかい。出陣に金がかかるので皆渋っているのです。これより臨時騎士会議を開催する。テオドール、議題の説明を。デルスデールの砦が放棄されて久しいが、そこにモンスターが住み着いているという報告がある。そのモンスターたちによる被害は報告されていない。無害なモンスターならば放っておけばよいではないか。今は使われていないとはいえ、騎士団の砦をモンスターに占拠されて放っておくのか。騎士の誇りはないのか。あの砦は新しい街道ができて不要になってから放棄されたのだ。つまり取り返す価値などない。全く無駄な出費だ。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。騎士以外の発言は認めない。見習いがでかい口を叩くな、無礼者め。騎士ではありませんが、発言してよろしいかしら。どうぞ、フラーマ殿。ありがとう、ハインリヒ。最近のモンスターたちの活発な動きはこの地域だけのことではないようです。イスマス城がモンスターによって滅ぼされたという噂もあります。まさかイスマス城が。静粛に、静粛に。このモンスターたちがたまたま砦にやってきたのか、それとも何かの意図があるのか、調べる必要があるのではないでしょうか。意見をありがとう、フラーマ。それでは採決を行う。モンスター討伐隊派遣に賛成の者は。反対多数。
討伐隊派遣は否決された。閉会とする。私一人でも行くぞ。騎士としての誇りにかけて。さて、あれってかさ、仲間4人いるんだけど大丈夫か。お二人は。でもお前はいいや、ろくな話してくんない。フラーマさすがだな。いい意見をくれた。どうしても行くのか。もちろんだ。私が騎士の手本にならねば。君は残って、若い連中がバカなことをしてかさないように注意していてくれ。私を連れて行ってください。お前ではテオドールの足手まといになるのがオチだ。許さん。いや、ラファエルにもチャンスを与えよう。君が心配なのはわかるが、私がついている。大丈夫だよ。ありがとうございます。コンスタンツ、出陣の準備だ。一緒に戦おう。私も戦うよ。連れてっておくれ。ラファエルはいらん。私は今猛烈に感動しているぞ。片付けない。しかしあまり大人数になっては騎士も治れ。なるほどね。君の好意だけは受け取っておこう。行くぞラファエル。行ってしまう。ちょっと待って、これ外してくるか。じゃあ詩人を外すかバルハルを外すかなんだけど、詩人は LP 普通にあるな。ちょっとバルハル外すか。ちょっと外せる方外そう。いってらっしゃいませ。パブに入れば自動的に詩人は外れるんだ。じゃあこれでちょっともう一回イベント起こすか。コンスタンツ、出陣の準備だ。一緒に行きましょう。私も戦うよ。連れてっておくれ。私は今猛烈に感動しているぞ。片付けない。テオドール、ラファエルで、砦跡。さてちょっと見てみようか。テオドールやっぱ強えな。アルベルトとラファエルが弱い。城塞騎士レベル1か。バスタードソロ、バッソなんだね。バッソって大型犬か。ディフェンダーになってる。防御寄りか。まちょっと不安はあるっちゃあるけど。今そういや、ここあれか、騎士がいるんだっけ。一般兵騎士。もうそのまま砦だと行こう。テオドールがいればなんとかなるはずだ。で、ここは、どうしようかな。ちょっと減ったまんまだったな。マイヤー2しか減ってないから。騎士の力、思い知れ。1使うのか、切り返し。マイヤー足を引っ張らないように頑張ります。お、いいねいいね。クソ雑魚やんけ。ラファエル。一応フォーメーション確認しよう。全員前衛か。まあそりゃそうだよね。狭いなここは。まあちょっと10になるまではクロスブレイクをガンガン打ってこう。切り返し一撃。アルベルトかな。ちょっとマジで、うわ連携発動しちゃったよ。1人1冊で多分できたのに、540とか。これはさすがに巻き打ちでいこう。ちょっともったいないからね。51で倒せるんだ。え、ない、なんもない。右崩れてる。これはもう回避できねえな。クロスブレイク、大木、切り返し。何、一発外れたな。
バルハルちょっと遅いな。素早さがない。ラファエル何カッコつけてんだ。弱えくせに。これはどうやっていくんだ。なんかスイッチか何かかな。まあ、最初のダンジョンだからそんなに複雑なことはないと思うけど、ちゃんと一人一冊で行っていこう。9名50か、それなりだな。クロスブレイクミスるわ。スバイの上ってなんだ。ローザリアの方まで行ければな、だいぶもう地図が広がるからいろいろ変えるんだろうけど、まあ例によってまずタイニーフェザーのところで羽奪って資金繰りをなんとかしなくては。これはこいつも最初だと強いんだよな。もう技はねガンガン使っていった方がいいんだよ。激しいな、ちょっとまずい。ショック受けたやつはいない。一発ミスるわ。これは何が足りてないんだ。器用さか。まあ、シフはあんまり器用な感じはしないからな。ラファエル弱い分めちゃくちゃ上がるな。まだチェーンは発生しないからね。ゴブリン。ちゃんと効率よくやっていこう。同じやつばっか狙うんじゃなくて。40か。ザコ的にはそこそこ当たるようになったな。うわぁ。22。なんか言ってたけど何言ってた。余裕かましてんじゃねえか。強い鱗粉。もう連携が出てしまった。700とか。もう完全オーバーキルなんだけど。大木。最初はマジでバルハル族の大木がすげえ役立つ。どういうあれだ。ダンジョンの地図も手に入れてないからね、ちょっと地図見れないし。ちょっと待って、こいつ強いんだよな。こういう感じでいいか。ディフェクトいいね。ディフェンダーなだけあって2発。いや当たんない。いやこいつも当たんねえ。3回攻撃。おお、さすがラファエル。お前ディフレクト要因だな。完全に衝突剣はちょっとさすがにもったいないかな。とはいえテオドールとラファエルに金をかけるわけにはいかないから、さすがにそれはもったいない。で登って上か。で、いや敵は回避できないな。こいつらに対して私に対してはないか。あ、そうだね。一発で倒せるわ。でちょっとこっちへ行って、どっちだ。なんか同じような階層作りをしてるけど、
また。うわあ、こいつマジで追っかけられる。うわ、出た。強いんだよな。全力でいく。払い抜け。おお。痛い。スタンした。しかししっかり技を使っていけばどうとでもなる。ああ、行くよ。スロー。ダウン。強。だいぶ慣れたな。最初めちゃくちゃ苦戦したからな、あの恐竜みたいなやつとか。あ、宝箱か。回収していこう。ガントレット、これはレザーグローブ、ガントレット。清さ下がるのか。レザーグローブは、あ、清さ下がるわ。まあいいや。じゃあちょっと逆ガン出るか。ケツ先手。18あるからまだ大丈夫。19、石頭。いいね。よし、清さ上がった。てか本当に清さかっていう感じだけどね、いまいちわからん。内側とかないよな。でこう来て逆があったよね、こっち側。あ、ちょっと待って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 、これあれか。いやちょっと待って、歩いていけばいいのか多分。そう信じよう。穴開いたままだったりしてね。でも仕掛けが先にあったからな、いけるものだと信じたいけど。ジャンプとかあったっけ。ないな。敵は今なんか敵の気配が来た。シャドウモット81か。上がるねラファエル。まあついてきたことによる戦力アップしたのは認めるよ。そしてお前は騎士になる。アクション、ジャンプ、ナイスジャンプ。ゴスとかなんかある。あ、ちょっと待って待って待って、今なんか揺れてたよね。多分落ちるなあれ。ちょっとずつ行けば、走りすぎると落ちるのか。3連撃無駄すぎんな。高速次じゃ倒せねえし。そろそろ EP 減ってきたからな。普通に行こう。節約モード強っ。デブトールさすがだな。で宝箱罠はない。100円、シングルソードで多分ね、ちょっとずついけば。ほらちょっと揺れてるじゃん、わかる。ああ、そういうことね。まあ別にいいや。で結局こっちに落っこってきちゃったから、地図ねえんだ。ジャンプ入れてくる。出戻りだ。ワールドマップにはすぐ帰れる。ここ歩いて行ったところでさ、いけなくね。どうすりゃいいんだこれ。ここじゃないってこと。おお、なるほど。それでここに落ちるのか。
200円、術師の杖。あ、ちょっと待って。あ、なるほど、もともと落ちるしかないってことね。で、完全に囲まれた。いっぱいいる。一人一冊モードでいくか。グロンプスプレイ。今のところ強いのは3人だからな。テオドール普通に強いのいいね。みんな見てるんだな、これ食らうとき。でどうする、これまだ20あるからいけるっしょ。ヘルファイアでいこう。あ、そうか、火上げたから1減ってんな。グランドクロス過激強い、名前がかっこいいよな。両手体験使ってるけど強い。大型剣よりマジで使いやすい。大型剣今回使うのやめよう。ここは全員排除していくか。クロスブレイク、よし。ちょっとアルベルトはもう術面でいこう。こっからはただちょっとミスる。やはりミスるか。私に聞け。キリファイヤー、術戦士にしたいって言っても術は盾が発動しないのがね、リフレクト系発動しないのがちょっと難点なんだよな。で後ろに置こうとすると多分槍とかを持たせないといけないから、ここが難しいよな。魔法戦士っていうカテゴリーが多分難しい、扱いが。結構やるもんだね。あ、連戦だっけ。そういえばモンスターが協力して戦っているのか。どれが強いんだかわからん。まだいける、19あれば全然いけるよ。で武器はやっぱりそのクラスに合わせてちゃんと持たせよう。2種類ちゃんとあったやつで、両手体験は盾持てないけどディフレクトが発動するから、まあ、そこがいいんだよね。そう考えると結構長剣っていいよな。リフレクト発動するし、全員リフレクト発動するし、盾も使えるから、まあ、ラファエルがガードでディフェンダーになってんのは理にかなってんだな。攻撃で押すっていうよりはしっかり防御を固める。敵多いし、うわーってきた。ちょっとこれは強敵系だな。ちょっと待って、ヘルファイアもしかしたらこいつ撃ち漏らすかもしれないからな。はい、ヒレ、これ食らうと最悪なんだよな。うわ、ショック受けた。まあアルベルトか。2回、いや、やっぱり無理か。でアルベルトがちょっと今回ショック受けてるから切り返して倒せんな。敵の数が多くなってきていいね。ラファエル、お前攻撃には全然使えないけど、なんか防御要因としてはいいな。かといってでも防御しちゃったら多分発動しないよね。ちょっと結局暗闇になってる。なぜか勝ち上げやばくない。あ、アルベルト生きてる。まだこれやばいんだよ。強いんだよ普通に。ほら、やつを相当に排除しなくては。リフレクト、これが両手体験。戦闘不能、ちょっと待ってね。テオドールまだまだいける、元気だ。ここはちょっと出し惜しみなしでいこう。ラファエル、うん、立ち切りしかないわ。しかもミスってるし、危ねえ。ヘルズウィングみたいなの使ってたらやばかったな。ちょっともったいないけどここはしょうがない。こいつを倒せただけよしとしよう。良いお手本になります。あとはもう大丈夫でしょう。まあ、打ち60か。
差し入りで120、全然攻撃力違うな。魅力しか上がんねえ、こんな苦労したのに。で、ちょっと敵多い、敵多い。待て、あっち見たい、宝箱かもしれないし。さてさてさて、なかなか辛くなってきたね。17、ちょっとラファエルかな、マジで微妙すぎるかな。リフレクト、いや、やっぱりちょっと一人ディフェンダー役作ろう。いいな、ディフレクト。で、ここはもうケチってくる。細剣のディフレクトってどうなんだ、自分だけか、自分だけなのか、まあ、そもそもディフレクトがあるのかないのか。で、あった場合は自分だけなのか全員ディフレクトしてくれるのかなんだよね。敵に近づきすぎたか、うやばい、これはちょっとやばいのが来たな。サンライズアロー、いや、なんかどっちも来そう。ヘルファイアもなんでこいつ毎回さ暗闇になってる。あー、一発、あ、2発当たったか。グランドクロス、これが過激。いや、強え、両手体験いいな。今のところ武器が弱いんだけど、それを技の威力で補ってる。だから普通の攻撃はちょっと弱いんだよね。うん、テオドールも強いな、やっぱり。次も油断せずに行くぞ。ガベージクラブ言えてない、うろ。こういうのもガンガン売ってく。もう、おお、察知できる、察知できた。あ、レベル足んねえ。でもね、これプラ5にするのはちょっと、あ、ちょっと待って、これなんか、あー、よくありか、なんか回ってるかなって思ったけど、いや無理だ、足んねえ。ちょっと待ってね、そろそろやっぱり厳しいぞ。こいつ見て6だな。ただやっぱり早めに蹴りはつけておきたいから、キリッダウン、もったいね。ヘルファイア効かない、全然効かんわ。ここはもうケチり方法でいいでしょう。よし、 BP アップ、ボーンブレストか。もうボーンブレストに頼る必要ないからな。これ奥まで行ってさ、なんかある。うお、ちょ待って、こいつがモンスターたちのリーダーか。こんなところにいるのかよ。じゃあ階段登んなくてよかったわ。強敵ですね。いやいやいや、ちょっとセーブとかしたかったな。リザードマンスカウト、どうするよ。衝突剣も使っていこう、いきなり。ハンティング80、いや、やばい、ガードしろ。倒せない、まあそりゃそうだよね。まあいいね、火力悪くない。よし、さすがに OK。 舐めるは結構トラウマだから舐め殺されたから。で、あとちょっと散らしていこう。基本的にのが早いな。で、ランファイル攻撃は早い、もう弱いけどね。で、怖いのがスタンなんだよね。だからお、いいね、いいね。アルベルトもそれなりに当たるようになってきたな。炎月さん、でもそろそろバルハラ族はお役目ごめんになるからな。大体騎士団領抜けるあたりまでだね。いいね、糸の底にさ、
モンスターが。あれ、自動的に帰ってた。上登ってねえのに。目的を果たすことができた。ありがとう。いい勉強になりました。お前だいぶ強くなったよな、ラファエル。これで他の騎士たちも目覚めてくれれば良いのだが。2000円やった。143ジュエル、でかい。で、テオドールさよなら、ラファエルもさよなら。まあこれはしょうがない。あなたも騎士団に入られてはいかがですか。めちゃくちゃ活躍できるよ、騎士団入ったら。時が来ようと。いや、まあ金とジュエルにはなったし、いいイベントではあった。じゃあローザリアへ戻りたい。さて、これでローザリアで、ローザリアに行っちゃえばアルベルトが地図持ってるからクリスタルレイク行けるでしょ。クリスタルシティか。で、そこからスカーブ山行ってクライム買わないといけないな。で、羽を取ったらローザリア術法師のレベルを上げていこう。一応ちょっとヨービルのパブは覗くか。バーバラがいるな。よし、仲間にしよう。私はバーバラ、よろしくね。お願いします。もちろん、旅は道連れってね。仲間は多い方がいいよ。よろしくね。で、ノースポイントとかなんかいろいろ行けるようになったんで。いや、こいつの地図の広さが半端ないからな。ウエストエンドまで行けるか。そりゃそうだよね、ウエストエンドから始まるからな。で、最初何日も行った。あー、剣か。旅芸人ね。なるほど。私はアルベルト、イスマス公爵ルドルフの息子です。どうぞお通りください。おー、俺も連れてってくれ。ではナイトハルトに謁見して、で、次はスカーブ山に行きますか。その前にアルベルト、ローザリア術法師になったんで、とりあえず2だけど、覚えさせるだけ覚えさせてから行くか。まあ、イベントは見たんでそのままスルーさせていただきます。ただいま、私の両親がニーサ神殿に葬られているそうです。言っても意味ないから、ニーサ神殿とか何のアドバイスもくれないから。基本的にホークはここにいるんだな。まあちょっと今回ホーク使うかはわからない。スキルちょっと覚えよう。あー、全部覚えてんだ。どうしようかな。こいつはさすがにいらない。クライミングは買ったかな。弓か、ハンター。いや、でもそしたらクジャラと変になった方がいいからね。一回放流。やっぱりまずは魔法サイコブラスト買って、あと2000円か。それでどこまで揃えられるかだな。生命波動と覚醒印が欲しいな。腕力砲でいいんだけど、当面は金ないからちょっとだけ足んない。ちょっと売ってこよう。なんかさて、これでスペル、サイコブラストをベースにして、腕力砲と生命波動。 PP コスト7か。きついな、4しかないからな。打てねえわ。まあ、とりあえずセットだけしておこう。よし、これで、あ、ガラハゲ仲間にしとくのもありだったかな。ちょっと仲間集めよう。5人欲しい。アイシャがいる。アイシャ連れてこう。私、ハラール族のアイシャ。いなくなったおじいちゃんと村の人たちを探しているの。私が村から離れている間にいなくなってて、どこに行っちゃったのかな。一緒に探そう。ありがとう。でも、どこを探したらいいのか全然わからないの。大丈夫、きっと見つかるよ。楽観的すぎる。アイシャ、ガレサステップ。
よし、じゃあとりあえずメンバー的にはアイシャも弱揃ったっちゃ、そのバルハラ戦士いるけど揃ったっちゃ揃ったんで、じゃあ次はスカーブ山目指していきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。